こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はいはいはい、無課金闇属性縛りチョロやっていきたいと思います。はい、あのね、縛り丸の動画、ね、ちょっとあれからね、まんじゅうチャレンジ、結構ね進んではいるんですけど、まあね、ちょっとまだ練習が必要ということで、ちょっと動画間に合わなかったらダメなんで、ちょうどね、スーパーゴトエスをね弾きたかったんですよ。で、先にそれを撮っちゃおうということで今撮影しております。とりあえずユーザー情報の購入履歴からお見せしましょう。両配布分87個です。はい、でね、欲しいのがね、まあね、闇カーリーはね、なんぼいてもいいですし、基本もちょっと欲しい。闇属性にね、変えたらいいだけなんでね。で、このね、ティオが欲しいんですよね。この、十字持ってて、ガードブレイク持ってるっていう、素で持ってるっていうのが偉いのと、あとね、一旦スキル使用不可になるけど、ダメージ無効化の一旦なので、ダメージ吸収と属性吸収無効化っていう点でね、これがね、ちょっとね、欲しいんですよ。もう最後に使った絵だけですから、もう、ね、気を、ほんまに。で、この武器も、まあ、強いと。はい。んで、また、あと、ジライアとかも欲しいですし、闇アルバートに関しては、ちょっとまあ、別にまあ、まだ大丈夫かなっていう。あと、アキネも欲しかったりね。アキネ、もう進化させるのめんどくさいじゃないですか。ちょっと、五択のダンジョンしかもちょっと結構難しいから。で、まずサギリも欲しいと。サギリの武器も全然欲しい。むしろ2体目いたらね、自前で用意できるから。あとね、カミラも欲しいんですよね。このダンボさん。これは欲しい。これ武器は別にいいかな。攻略面では。はい、というわけで、ちょっとダイヤをね、まあ見たいということで。はい。まず、一回回そう。とりあえず一回回そう。ちょっと、ダイヤ出るまでね、回したいとは思います。で、今、ちょっと二次メダルなんでね、この子たちも。はい。いやー、ちょっと 1% なんやけどな。いやー、ちょっとね、でもね、石6個でね、スーパーゴッドレスがね、引けるっていうタイミングでね、ちょっと引いていかんと、ちょっとね、10個って結構きついんですよね。いやー、ちょっと待って。いや、ちょっと待って、それは、石がもったいない。頼むよ、頼む。いやー、ちょっとこれは、あ、大国主ね。大国主持ってなかったんですよ。これはちょっと嬉しいな。これはちょっと嬉しい。これはちょっと嬉しい。はい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 。はいはい。ちょっと全部はさすがに使わない。30個ぐらい置いとこうかなと思ってます。いやー、ちょっと待って。え、こんなもんなん、スーパーゴッドエス、今回の。あ、つくよみはね、ちょっと武器を作りたかったってのがあるんで、これはありですね。ありですね。ありですね。スーパーゴッドエス、僕らの知ってるスーパーゴッドエスってこんなもんじゃないでしょ？ちょ、奥にし。いや、ダイヤなしではちょっと終われないでしょ。ダイヤなしで終われない。よし。お、まさか、これの星7ってことですよね。星7以上。え、誰？ああ、カーリーか。なるほど。カーリーは1体しか持ってなかったんで、欲しかったんですよね。武器も強いし、なんだこれも強いし。よし、この調子で。あと2回ぐらい回します。はい。この調子でダイヤ。よし。これでいい。これが僕の知ってるスーパーゴッドでした。これが僕たちのスーパーゴッドでした。おー、スクルード。クルドはね、持ってるんすよね。はい、じゃあ、ラストいきます。はい。あー、ちょっと僕たちの知ってる
スーパーゴッドエスじゃなかったなぁ。はい。でね、今ね、ちょっと、モンスター交換所、ま、魔法ショップ、魔法石ショップちゃうて。モンスター交換所、ちょっと見てみましょう。はいはいはい。これ1枚でね、交換できるんですよね。この、不要というか、まあ、武器にはなるけど、ね、一応、ちょっと自分の、使わない感じやなっていうところらへんは、武器にできる、二次メダルにできるんで、二次メダルに、あ、ごめんなさい、上の方でしたね。はい、二次メダルに変えさせていただきますと。でね、あと、ちょっと交換したいキャラがいて、ちょっとね、まあ、意外やと思いますけど、ちょっと交換したい、お前、ちょっと交換したいと思います。はい。こちらのキャラですね。今回ね、二次メダル60枚配布されたんで、ちょっとね、ラードラゴンをね、ちょっと交換したいと思います。このタイミングでね、黒メダルにして。まだまだね、二次メダルは余ってるんで、ま、最近ね、黒メダルも、ミスって4枚交換しちゃったんですけど、これ3枚で交換できましたね。はい。このタイミングで、闇ラードラを交換したいと思います。いや、持ってないんですよね、この、闇ラードラ。これがね、闇属性芝居でね、多色でね、結構ね、もう、輝くんですよね、もう確定で。ね、ちょっと、まあ、究極進化号を見てみましょうか。究極進化号が、ですね、全ドロップのロックを解除し、5属性回復に変化いった間、自分の攻撃力が5倍、スキルが進化となって、進化スキルが HP が1になるんですけど、闇ドロップ、全ドロップの6解除し、5属性回復に変化。これ2ターンで打てるんですよ。これ2ターンで打てるんで、サギリとね、サギリ、フレンドさんのサギリと、自前のサギリと、闇ラードラのサギリと合わせ、闇ラードラのサギリちゃう、闇ラードラのスキルと組み合わせたら、ループができるっていうね、毎回5食事。毎回5食事にできるんで、まぁ、ちょっと回復がね、心もとないところなんですけども、まぁ、後々のためにね、今、二次メダル豊富な時にちょっと交換するのがベストなんじゃないかなと思って、はい、交換しました。早速ね、進化もさせていただきたいと思います。はい、闇ラードラの奇跡はゲットしております。はい、ありがとうございます。はい。でね、ちゃんと潜在も8枠あるので、はい。このタイミングで闇ラードラを交換したということでした。まあね、ガチャの収穫はね、正直ね、ちょっとね、もう効かんかったよかったかなっていうぐらいなんですけど、まあ、ね、ガチャは楽しいやん。あとまだストーリーダンジョンもやってないんで、あと6個ぐらいやったかな、回収できるんで、まあ、それで次のガチャに備えて、まあ、蓄えたいと思います。それじゃあ今回は、ごめんなさい、カメラ揺れちゃった。今回はこんな感じで終わりたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。そして、ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。あとは、概要欄にね、Twitter や、いろいろリンク貼ってあります。そちらもチェック、よろしくお願いします。それでは、この画面でお別れしましょう。